はようございます、開会前に、先日執行されました補欠選挙において当選されました議員のご紹介いたします。私が紹介してから焦らずに、佐伯義雄議員です。一言ご挨拶をお願いいたします。皆さんおはようございます、この席にまた戻ってまいりましたが、まだ改めて皆様と共に、行政のことまた市民のために頑張らさせていただきたいと思っておりますので、どうか一つよろしくお願いいたします。以上であります。これからよろしくお願いいたします。次に副市長からの発言を申し出がありますので、これを許します。後藤副市長。おはようございます。臨時議会開会前の大変貴重なお時間を頂戴いたしまして、誠に恐縮でございます。私から職員の懲戒処分の件につきまして、ご報告とお詫びを申し上げます。去る3月23日日曜日に、本市の職員3名が業務上の利害関係者とともにゴルフを行いました。でこのことにつきましては、地方公務員法第29条第1項第1号および第2号、法令違反、職務上の義務違反に抵触することから、多摩市職員の懲戒処分等に関する指針に基づき、平成26年4月25日付で、部長職1名と課長職2名を懲戒戒告処分といたしました。また、課長職の上司といたしまして、2名の部長職に対しまして、文書による訓告を行うとともに、事務の責任者として、副市長であります私も市長より厳重注意を受けました。議会をはじめ、市民の皆様に深くお詫びを申し上げますとともに、全庁的な綱紀粛正を図り、再発防止に努めることはもとより、職員一丸となって、市民の皆様の信頼回復と職場の活性化に努めてまいります。誠に申し訳ございませんでした。次に、傍聴されている皆さんにお願いでございます。会議中は携帯電話の着信音が鳴ることがあります。会議の妨げになりますし、他の傍聴者のご迷惑にもなりますので、携帯電話の電源を切るか、マナーモードにするなど、皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。ただいまの出席議員は26名であります。定数に達しておりますので、これより平成26年第1回多摩市議会臨時議会を開会いたします。本日の議事日程はあらかじめお手元に配布した通りであります。日程第1、議席の一部変更の件を議題といたします。今回新たに当選されました議員の議席の指定に関連し、議席の一部を変更したいと思います。その議席番号と氏名を申し上げます。議席番号25番に加藤松尾議員、以上であります。お諮りいたします。ただいま申し上げたとおり、議員の一部を変更することに、議席の一部を変更することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、ただいま申し上げたとおり、議席の一部を変更することに決心しました。日程第2、議員の議席の指定を行います。今回当選されました佐伯義雄議員の議席は、会議規則第3条第2項の規定により、議長において議席番号24番に指定いたします。日程第3、会議記録署名議員の指名を行います。会議記録署名議員は、会議規則第78条の規定により、議長において16番小林健一議員、17番橋本由美子議員を指名いたします。日程第4、会期決定の件を議題といたします。お諮りいたします。本臨時会の会期は本日1日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
ご異議なしと認めます。よって会期は1日間と決しました。日程第5、多摩市議会常任委員会委員の選任を議題といたします。24番、佐伯義雄議員の常任委員の選任については、委員会条例第5条第1項の規定により、健康福祉常任委員に指名いたします。この際、市長より発言の申し出がありますので、これを許します。はい、安倍市長。おはようございます。第1回臨時会における貴重なお時間をいただきありがとうございます。去る4月13日に執行されました多摩市長選挙の結果、多くの市民の皆様の負託を賜り、再び市長の重責を担うこととなりました。1期4年間の実績は、市議会の皆様、市民の皆様のご理解とご協力があって初めて成し得たものと考えております。2期目のスタートにあたりまして、若い世代に負担を先送りしないための行財政改革を着実に進めつつ、市民の皆様が健康と幸せを実感できるまちづくり、2050年の大人づくりなど、子どもたちの未来が輝くまちづくり、そして魅力と活気にあふれ、多摩らしさを大事にしたまちづくりに引き続き全力で取り組んでまいる所存です。市議会の皆様とともに、第5次多摩市総合計画に掲げるみんなが笑顔、命、にぎわう町多摩の実現に向け、私ども組織が一丸となり、私が全職員の先頭に立って、初心に立ち返り、市政運営に取り組んでまいります。何卒よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。市長の発言は終わりました。日程第6、第29号議案。多摩市国民健康保険条例の一部を改正する条例を専決処分したことについてを議題といたします。提出者からの提案理由の説明を求めます。はい、安倍首相。ただいま議題となっております第29号議案について提案の理由を申し上げます。地方税法等の一部を改正する法律等が平成26年3月31日に公布されました。本市の平成26年度課税にあたって、本年4月1日から施行となるものがあり、多摩市国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じたことから、地方自治法第179条の規定に基づき、平成26年3月31日付で専決処分させていただいたことについて報告するものです。主な改正点は、国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額に関わる課税限度額を14万円から16万円に、介護納付金課税額に関わる課税限度額を12万円から14万円に改め、低所得者世帯に対しては、均等割の軽減割合の5割軽減および2割軽減を拡充し、対象者の拡大を行うものです。よろしくご審議の上、ご承認を賜りますようお願い申し上げます。以上です。これをもって提案理由の説明を終わります。お諮りいたします。法案について会議規則第36条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決しました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。これより第29号議案に対する討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。これより第29号議案、多摩市国民健康保険条例の一部を改正する条例を専決処分したことについてを挙手により採決いたします。本はこれを承認することことに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員であります。よって本案は承認することに決しました。以上をもって本日の日程は全部議了いたしました。会議を閉じます。これをもって平成26年第1回多摩市
議会臨時会を閉会いたします。お疲れ様でございました。